バンクオブアメリカが発表した10月の世界のファンドマネージャーへの調査によりますと資産配分で株式の比率を上げていると回答した割合から下げていると回答した割合を差し引いた値がマイナス49と過去最低に近い水準となりました調査元は今回の結果について景気の先行きについても弱気な回答が多かったことから投資家の全面降伏を強く示す内容だと指摘しています 一方、2023年前半に株式相場は底を打ち、その後、上昇に向かうとの見通しを示しています。